はい、今日私は読谷村地域振興センター1階にございますマンサムスージへ来ております。さあ、先月こちらのマンサムスージでは新しくお店がオープンしたということで、今日はこの方にお話をお伺いしたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、825サタンダギーの塩川明奈です。塩川さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速ですが、こちらのお店いつオープンされたんですか？今年の11月15日にオープンしております。そしたらちょうど1ヶ月ぐらいということですかね？そうですね、まだ1ヶ月です。ピチピチのお店です。出来たてほやほやのお店さんでございます。こちらの店名の由来を教えてください。はい、店名の由来ですけれども、うちの母親のレシピをもとにサタンダギーを作っておりまして、でうちの母親の名前がハツコってことで、数字を当てて825サタンダギーってことにしております。なるほど、お母様のお名前だったんですね。はい、そうですね。ここ読谷村でこのお店をオープンしたきっかけは何だったんでしょうか？あ、そうですね、もともと読谷でお店をずっと探していて、地域振興センター、こちらのチャレンジブースを募集しているのを見て、応募して出店という形に至りました。地元読谷村でお店をオープンされたという塩川さんですが、こちらの825サーターアンダギーのメニューを教えてください。あ、はい。メニューですが、4種類、定番で用意してます。普通の黒糖、ごま、紅芋、この4つをメインとして、あとは季節の変わり変わりでもう1種類プラスしているので、計5種類だいたいあるかと思います。現在の季節のメニューは？今は三品茶、はい、こちらご用意しております。この季節のメニューっていうのはご自身で考えられているんですか？あ、そうですね、毎回自分でいろいろ試行錯誤して作っているので。そしたら新しいメニューもどんどん出るということで、すごく楽しみです。こちらの825サーターアンダギーのこだわり教えてください。はい、こちらなんですけれども、私の母直伝のレシピを元に作っておりまして、で今は作り手がだいぶ少なくなった、手で一つ一つ絞ってアンダギーを作るっていう技法で作っております。なので周り柔らかい生地を揚げるので、周りがカリッサクサクで中ふんわりしてとても食べやすい、そういったアンダギーになっております。このサーターアンダギーの他にも何かメニューは提供されていたりするんですか？あ、そうですね、今は珍しくなったマウンテージュのシャーベット、こちらをいつも用意しております。気になったのが、何かトッピングもできるそうですね。はい、梅干しも用意してます。1個10円で置いてますので、そちらも一緒にまた味変で飲んでもらえると美味しいかと思います。ぜひ皆さん、この沖縄の伝統のお菓子であるサーターアンダギー、そして懐かしのマウンテンリューシャーベットもご一緒にお楽しみください。そうしましたら、お店の営業時間と定休日を教えてください。はい、営業時間ですが、11時半から15時までとなってますが、私がいる限りと、あと商品がある限りは販売してますので、よろしくお願いいたします。あとお休みですが、日曜日と月曜日、こちらがお休みになってますので、お間違いがないようによろしくお願いします。こちらご予約もできるんですか？あ、予約は電話と店頭、あとはインスタの DM などで受けてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に、リスナーの皆さんへ一言 PR をお願いいたします。はい、読谷で唯一のサーターアンダギー屋さんだと思います。ぜひサクサクでふわふわのサーターアンダギーを食べに来てください。と、懐かしさを感じるマウンテンジュのシャーベットも置いてますので、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん、おやつ時に、また手土産としてもおすすめでございます。地域振興センター1階マーサムスージにございます825サータンダギーへ足をお運びください。塩川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。